中島めぐみの進化論。人はみんな、世界の皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、中島めぐみです。今週もお知らせがあるのでお伝えします。まずは中島めぐみ神様のいたずら発売記念プレミアム握手会の詳細決定です。東京、大阪、広島、福岡、名古屋で行われます。対象店舗で神様のいたずらをご購入いただいたお客様に先着で握手券をプレゼントします。こちら封入特典ではないのでご注意ください。対象店舗や、会場の名前だったりとか時間だったり日付はぜひ公式サイトをご覧ください。よろしくお願いします。そして初のファンクラブイベントのお知らせです。2011年12月11日日曜日にラフォーレミュージアム原宿で初めてのファンクラブイベントを開催です。イベント名はずっと I love you に決定しました。予約受付は10月15日土曜日12時から10月20日木曜日18時までとなります。ファンクラブ I love you の会員限定イベントなんですけども、まだ会員ではない方も間に合います。郵便振替でご入会の方は10月14日金曜日、今日ですね、今日までにご入会いただいた方、そしてクレジットカードでのご入会は10月16日日曜日までにご入会いただいた方が申し込みの対象になります。こちら I love you は非常に楽しい、そして気合の入っているファンクラブなんで、ぜひこの機会に入会お待ちしております。よろしくお願いします。もろもろ詳しくは全部公式サイトおよび私のブログにも河原版どんどこどんというのがありまして、そこでもチェックできますんで、ぜひ見てみてください。それでは今日も最後まで進化論お付き合いください。中島めぐみ YouTube 公式チャンネル、まめぐチャンネルから全世界に向けてお送りする癒しのプログラム、中島めぐみの進化論、本日もスタート。中島めぐみの進化論。中島めぐみニューシングル神様のいたずら発売まであと12日。ちなみにシャキーンは桃色クローバーちゃんたちを思い浮かべながらやってるんで、シャキーンよろしくお願いします。ということで、今週もたくさんメールをいただいてるんで紹介していきたいと思います。まずは MY さん、中学3年生の方です。まめぐの歌が大好きで、いつも CD 買って聴かせていただいています。これからもお仕事頑張ってください。私も受験頑張ります。ということで、10月に入りましたから受験ももう推薦とかだと始まってる頃かな。いやー、受験生のみんな頑張れ。あ、そうそう、進化論にも受験生のみんなから結構メールがたくさん届いてまして、こんなメールをいただきました。ハンドルネームまめぐちゃん大好きさんからです。ありがとうございます。まめぐちゃん、おはこんばんは。おはこんばんは。実はまめぐちゃんに相談したいことがあります。近々私は発表会があって、大勢の方々の前で作文を発表しなければなりません。まめぐちゃんの緊張をほぐすいい方法を教えてください、とのことで、緊張をほぐす方法を教えてっていう受験生のみんなからのメールが結構届いてました。いやー、私からアドバイスできることがあるかどうか、どうだろう、ちょっと気合い入れ直すね。ちょっと椅子も座り直すし、よし。そうだな、私もやっぱりライブの前とか、もうどのライブでも同じぐらいの分量ですごい緊張するんですよ。なんか後からライブの V とかを見てみると、もう1曲目とか完全に顔がね緊張してたりとかして、いけないなと思うんだけど、だいたい私は緊張した時に周りにいてくれるスタッフさんとか、まあ、プライベートのことだったら例えば友達とかに緊張してるっていうのをずっと話し続けてます。自分一人でこう緊張するって持ってると、なんか余計緊張が膨らんでいく気がして、なんかそういうのって言った方がいいよってヘアメイクさんから言われた時に、あ、実は私すごい今緊張してて、なんかいろいろ段取りとか忘れちゃうかもっていうのを弱音をこう吐く感じで正直に言ったら、みんなそうだからって言われて、人からの言葉があって初めて緊張がほぐれるっていうか、
なんか一人で悶々としてた時間がちょっともったいなかったなって思っちゃって、もし周りにね支えてくれるお友達だったり家族だったり本当その場にいてくれるんだったら、ぜひちょっと緊張しちゃってっていうのを伝えてみてほしいなって思います。そしたらなんかこう大丈夫だからとか、きっとなんかいいアドバイスも返ってくるかもしれないしね。でもそうは言ってられない場合もあると思うんですね。そういう時はもうね、自分が今までどんなことをやってきたかをこう頭の中で反芻する。やっぱり練習とか勉強してたらね、絶対に緊張してたとしても実力はね溜まってると思うんですよ。だからやっぱりその練習してきた自分はもう絶対できるっていうのをこう一つ一つ思い返してみると、必ず一生懸命勉強してた自分の姿とかが浮かんでくると思う。だからやっぱり自分を信じるっていうことで、やっぱり自分の頑張ってきた姿を思い返してみてほしいなと。だって受験生のみんなってね、私こうやって頑張ってねって言っちゃってるけど、もうねすでに頑張ってると思うんだ。もう一生懸命やってるんだと思うんです。だからぜひ自分を信じて、緊張もするかもしれないけどそれも自分だってことで受け止めて抱きしめてあげて頑張ってほしいなと思います。受験生のみんな、お姉さんが応援してるよ。元気出るかなこれで、元気出てほしいな。でも本当メールとかもね全部受け止めてるんで、ぜひぜひこれからもなんかこういうことがあったよっていうことがあったらぜひメールください。応援してます。そして受験生のみんなも息抜きしなきゃねっていうことで、こんなメールも読んでみたいなと思います。ハンドルネームイブニャンさん、17歳の女の子、ありがとうございます。マメグちゃんこんにちは。こんにちは。質問です。マメグちゃんは男性の顔でシュッとしたイケメンでかっこいいお顔か、目がクリッとしてて童顔のかわいいお顔か、どちらが好みのタイプですか？ちなみに私は可愛くてアイドル系の顔が好きです。マメグちゃんの好みをぜひ知りたいです。お願いします。っていうメールを読んで初めて、今までそういうことを考えたことがなかったと思って考えました。今考えた。どっちかっていうと、そうね、シュッとしてる人の方が好き率高いかもしれない。あの小学校1年生の時から反町隆史さんと唐沢寿明さんの大ファンなんですよ。私ドラマを見てて、絶対大人になったら会いに行くと思ってて、会いに行くってね、漠然としてますけど、ですごい憧れてて、そのお二人はやっぱりあの王子様顔というんでしょうか、なんていうか可愛い系っていうよりは多分かっこいい系だと思うので、もしかしたらシュッとしてる系の方が好きなのかな。でもケースバイケースだよ。あれなんだろう何の開き直りだろう今の。意外と好みのタイプの顔っていうのが私の中で決まってないみたいで、例えば漫画読んでても好きになるキャラの顔とか髪型とか結構バラバラなんだよね。あと例えば身長とかも特にこだわりはないし、あ、でも一個、はいはい、最近発見したことがあって、笑った時に口角が下がる人が女性でも男性でも羨ましいなって思うみたい。私にって笑った時に口角が斜め上に上がるんですけど、それがねこう口角が上じゃなくて真ん中あたりに来て唇が上下に動く、あの開くタイプの人がいるんですよ。好きなの、好きなのってなんかいいなと思って、なんかそこが好きみたい。え、マニアックかな、そこみたいな、口みたいな。いやでもなんか気になるのね、そこなんですこれ聞いてくれてるみんなマメグ何言ってんのと思わないでね、ごめん。なんか今なんか友達とカフェで喋るようなテンションで喋っちゃったよね。でも本心なんだ。いやここまで来てなんか恥ずかしくなってきちゃった。というわけで、情けない感じだけど楽しんでいただけたでしょうか。本日はここまで。中島めぐみの進化論。
受験真っ只中ということで、この頑張ってボイスを、はい、送らせていただきます。本当受験生のみんな、まだまだきっとこれからだと思うし、体もね本当気をつけて頑張りすぎないように、でも志望校合格に向かって一生懸命頑張ってください。応援してます。ということで今週もたくさんのメールありがとうございました。あ、はいはい、あのさっき話してた口角の話なんですけどまだ続くんですけど、あのカリナさんがあのテレビのドキュメンタリーであのちょっとリラックスした感じで笑ってる時のあの口角なんです。カリナさんの笑った時のあの口角のシュッちょっとだけこう下に行く感じが好きなんですっていうことでした。あの私もっていうメール、僕もっていうメールお待ちしてますということで皆さんからのメール24時間いつでもお待ちしております。こういうなんかガールズトーク的な、もちろんガールズだけじゃないですけど、こう好みのトークとか楽しいね、私だけかな楽しんでるの、そんなことないよっていうメールもお待ちしてます。新カロ宛てにぜひ送ってください。アドレスはまめぐアットマークスターダストミュージックドット CO.jp、 まめぐアットマークスターダストミュージックドット CO.jp です。それでは今週の中島めぐみの進化論、この辺でいってらっしゃい、さようなら、おやすみなさい。チクチク視線感じないの、もう待ちきれない。